保井奈美子7月23日から2003年8月20日は、元宝塚少女歌劇団主演娘役で、宝塚歌劇団卒業生。兵庫県須本市出身。夫は演劇評論家、早稲田大学教授の坪内志功。娘に女優の坪内美希子がいる。実施は同じく、宝塚歌劇団一期生で、宝塚歌劇団卒業生の安印馬加子。 実前は、宝塚歌劇団16期生で、宝塚歌劇団卒業生の糸口、島名穂子。義理おじは、坪内商用、商用の養女は、飯塚国。この芸名は、小倉百人一首の、第76番、保商寺入道前関白大城大臣の、和田野原小木で出てみれば、久し県の雲井二分布をきつ白波より、宝塚歌劇団創設者の小林十三によって、 命名された。1913年7月、港山神城、高等小学校卒業後に、宝塚小課隊に、美濃有馬電気機動本社から、実施の安島か子と共に11歳で転任。宝塚歌劇団1期生。同期生に、大江文子、由良美子、高峰太子、小倉美幸、初代、若菜紀美子らがいる。1914年4月から5月。 宝塚少女歌劇団の初公演である、ドンブラコで、猿役を演じた。当時12歳であった。1919年、宝塚少女歌劇団を退団。1919年3月21日、坪内志向と、強代大ジングルで挙式。2003年8月20日、万102歳で死去。 記録に残る宝塚歌劇団生と団員の中で最も長く生きた人物であり、かつ宝塚歌劇団一期生で存命した最後の人物だった。没後、2014年に宝塚歌劇団創立100周年記念で創立された宝塚歌劇の殿堂の最初の100人の一人として殿堂入り。また、夫、坪内志向も演出スタッフとして殿堂入りを果たしており、 唯一の夫婦で殿堂入りとなった。ありがとうございます。